20話の冷戦っていうことは一旦おしまいで、アメリカとソ連の歴史について大まかにこれまでずっと話してきました。あとはヨーロッパであるとかアジアであるとか、そういった国や地域の戦後の様子を見ていきたいと思います。冷戦の流れがありましたので、その冷戦の流れに、翻弄された東西に、ね、分断されて翻弄されたヨーロッパについて見ていきたいと思います。第20話戦後のヨーロッパショックです。大まかに分けて、西ヨーロッパと東ヨーロッパに、分けときましょうかね。西ヨーロッパ、はい、西ヨーロッパの戦後をざっくり見ていくと、いくつかグループができたり、グループができたり。できたりというか、そのグループがその連続しているというようなイメージを持つといいと思います。はい、例えば例えば西ヨーロッパ連合条約、これはそのヨーロッパ側の西側が東側がね、だからソ連やソ連の影響力がどん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 東ヨーロッパに及んできているので、団結をしましょうとか、おっとっとっと北大西洋条約機会になってますね、申し訳ない。機構ですね、はい、ベルリン封鎖の後、アメリカを中心とした軍事同盟が組まれます。この後朝鮮戦争ですね、でしばらく経って雪解けを受けて、ヨーロッパ諸国が新しい中心を模索していく、フランスとドイツが接近をして、我々ね、フランスと西ドイツが接近をして、我々が仲良くなることでヨーロッパの平和を保っていこうというような流れができます。で、全体的にはこの後キューバ危機が起こります。その考えを発展させていくと、まずはEC ですね、成立、あるいはその後 EC から発展した、もの EU
ですね。これが現在の EU です。EU を成立させた条約を回すと、と言います。そして、EU には多くの国が加盟しているんですけれども、その後、そのヨーロッパ統一通貨であるユーロが導入されたというような流れになっています。ヨーロッパという概念が少しずついろんな国を加えながら大きくなっていくようなイメージを持ってください。さあ、そしたらですね、西ヨーロッパの中のイギリスを見ていきましょう。はい、アトリー内閣ですね、アトリーさんは、アイルランド問題をこう、解決、未だ解決しきっているとは言えませんが、アイルランド共和国を承認します。この EEC や ECSC、ユダとも EEC っていうのは先ほど申し上げましたようにフランスとドイツが密接なつながりを持とうということですね。もう一つのヨーロッパの大国であるイギリスは初めこの動きに抵抗をします。それがヨーロッパ自由貿易連合ですね。フランスとドイツ中心のEEC あるいは EC に、加盟をせず、そのイギリスが賛同する国を集めて別の経済圏を持とうということですね。EEC に対抗して、っていうのを作るんですけれども、ポルトガルやスイスを集めるんですが、後にイギリスもこの EC に加盟し、このエフタっていうのはイギリスを失い、ポルトガルを失いって、今でも形だけですかね、ノルウェーとスイスとリヒテンシュタインととか、アイスランドですかね、という経済圏になってしまっているので、後にこの EU や EC、EU や あるいはユーロ圏に飲み込まれてしまうかもしれませんね。ただイギリスは現在もドイツやフランスが中心となったユーロには加盟していず、お金はポンドですね、になっているということです。イギリスはもう一点、すいません、上に書きます。サッチャー首相が、フォークランド紛争ですね。アメリカがあって、ヨーロッパがあったら、アルゼンチンの
沖合のフォークランド諸島という島をめぐって、アルゼンチンとイギリスが戦っています、今も地図を見たらね、どこの国でもない白い色に塗られていることもあるんですが、いまだに領有権を主張し合っているまあ、ということですね、アルゼンチンと紛争を行いました。このことは高校生がこのビデオを見てるとなかなかピンとこないかもしれませんが、40代ぐらいになるとピンとくる気出すと思いますので、そういうことがあったということを覚えておいてください。やはり尖閣諸島や竹島の問題もそうなんですけれども、その国境問題、領土問題というのはなかなか解決が難しい問題の一つですよね。まあ、解決はなかなかしないんですけれども、その後、その裏でどんだけ利益を引き出すかだと私は思うんですけれどもね。はい、じゃあ戦後のフランスを見ていきましょう。戦後のフランスはまず第四共和制というのが成立したんですけれども、非常に不安定です。大統領の権限を弱くしてしまって、議会の意向で国が割と動くようにしたんですよね。理想は分かるんですが、議会というのはまあ選挙に左右されそうなので、よく選挙に左右されがちなので、すごくこう揺り動かされがちになり、非常に短命な内閣が続くわけです。そうしていくと、まあ、平和だったらいいんですけれども、フランスはアフリカの特にアルジェリア問題をこう泥沼化させてしまうわけですよね。アルジェリアはそのフランスから独立したいと、だからテロやゲリラをバン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 行うわけですね。そしたらフランスからアルジェリアのテロやゲリラを鎮圧するための部隊を送り込むんですが、やっぱりこれがアルジェリアの人たちから攻撃を受けると。で、どうにかしてくださいってフランスの本国に言っても、フランスは不安定。この独立を認めるのか、それとも、きちんとこう弾圧していくのか、アルジェリアの独立運動を弾圧していくか、独立を認めていくのかっていうことで、大きくもう揺れてしまいます。どっちかにしてって思うわけですね。そのうちしびれを切らしたこの鎮圧部隊、フランス人の鎮圧部隊の方がしびれを切らして、うちの国は何やってるんだっていうことで、逆にゲリラ、テロを始めてしまうわけですね。そうなってくると第四共和制は倒れてしまって、こういう混乱を鎮めるのは彼しかいない。ドゴールさんがフランスのリーダーに なり、もうこれはアルジェリアを独立させましょうって決めて、もうアルジェリアから手を引くことになったわけです。第4共和制は非常に不安定であったために、
アルジェリアの独立運動を潰すのか独立を認めていくのかっていうことで大いに揺れました。そうするとフランスの鎮圧部隊の方がその鎮圧するのか独立を認めるのかどっちかにしてくれよっていうことで逆にフランスに攻撃を始めた。なのでドゴールが大統領になって憲法も変えて、ね大統領の権限を非常に強くします。だから第五共和制の第五共和国憲法というのは大統領が非常に強くなっています。このドゴールのもとアルジェリア独立させましょうってズバッということで、この混乱を収めたわけです。このドゴール大統領は後に、5月危機という、学生運動や社会主義運動を退陣に追い込まれてしまうわけですけれども、この5月期というのはですね、アメリカのベトナム戦争やソ連のプラハの春なんかで、巻き起こった国が強い、労働者やいろんな人たちを国が潰すことがいいことなのかっていう疑問から起きた暴動です。この1600年代の末から1700年代にかけて、このような学生運動やあるいは社会主義運動が、世界的にバーッと盛り上がっていた、その煽りを受けて、退陣をしました。ドイツ行きましょうね。東西分裂からベルリンの壁構築、大まかにこういうような流れをたどっています。ベルリンの壁が構築されて、ドイツは東西に分裂したんですが、この東西分裂を打ち破っていったのはテレビの力ですね。東ドイツの人たちがテレビをずっとその衛星放送とかが発達するにつれ、東ベルリンや東ドイツの人たちが西ドイツの電波を受信できるようになると、みんなその西ドイツの様子を見る、東側より西側の方がみんな豊かに暮らしている、そうして亡命者がちらほら出て、ですね、最後にはオーストリア、ハンガリーを通って西に亡命する東側の人が多くなりました。この辺の経緯は、やはり例えば池上彰さんのテレビとか、あるいは物の本たくさんあると思いますので、教科書を平たくというこの私の世界史プロジェクトで言えばもうこのぐらいになってしまうんですけれども、いろいろ見てほしいと思います。 NHK の映像の世紀とかですね、そういうのをたくさんご覧になってください。そしたら大きく東ヨーロッパですね。東ヨーロッパの歴史はなので、ソ連の影響下にある時、
雪解けの時代、そして、ソ連が崩壊時の時代というふうに分けて、勉強するといいんじゃないかなと思います。はい、コミンフォルムが結成され、あるいはそのベルリン封鎖の後のコメコンの結成、そして、朝鮮戦争の後のワルシャワ条約機構の結成などが挙げられます。これはもう冷戦、バリバリ冷戦の軍事同盟や身内を固めるためのそのグループが組まれたわけですね。はい、そして雪解けの時に東ヨーロッパ諸国は例えば ポーランドのハンソ暴動やハンガリーのハンソ暴動ですね、ポーランドのゴムーカさんとかハンガリーはナジ・イムレさんなんかの名前が挙げられればテストにも使えるんじゃないかなと思います。で、時をこう離して、似たような感じですね。このソ連の影響下から逃れようとするプラハの春が起きます。なので、やっぱりソ連の締め付けが厳しかったわけですね。チャンスがあれば抜けたかった。それがこの3つの事件に現れると思います。で、完全にソ連が崩壊してしまうと、これは民主化が行われるわけですね。例えば、ルーマニアでは、チャウシェスク大統領の処刑が行われたりとかですね、して、今まで社会主義の国が国を変えようと、その時にいろんな流血事件とかデモとかが起きたということです。ルーマニアチャウシェスクの処刑なんかは私たちの世代であれば30後半から40代以上であれば目の当たりにした出来事だと思います。はい、あるいはですね、このユーゴスラビアで、内戦が起きたりします。今まで要するにこういうことですね。アメリカなのかソ連なのかっていう2種類のチョイスだったものが国の中の民族であるあったり言葉の対立であったり文化の対立っていうのが表面化するわけですね。ユーゴスラビア内戦はそういうその冷戦が終わってからの新しいタイプの民族対立や文化の対立によって引き起こされた事件です。時間に限りがありますのでこのような話になるんですけれども、やはり物の本とか映像の世紀とか見ていただければよくわかるんじゃないかなと思います。教科書的には一応ヨーロッパはここまでです。次はですね、アラブ、中東の方の現代史を学びたいと思います。今回はここまでです。